千葉県地図、千葉くんは千葉県のマスコットキャラクターである。2010年開催の夢半島千葉国体、夢半島千葉大会のマスコットキャラクターとして考案され、2011年1月1日に千葉県のマスコットキャラクターとなった。姿は色が真っ赤で横から見ると千葉県の形をしている。耳は東の調子市付近、黒い花は北の野田市付近、 足のつま先は、縦山市付近に相当する。下が、西の浦安市付近に相当するため、常に下を出している。なお、着ぐるみでは、位置を正確に合わせると、成立できないため、立った状態では、縦山市を中心に、全体に左に傾いている。デザインしたのは、市川市出身の絵本作家、イラストレーターで、スイカのペンギンなどを手掛けた、坂崎千春である。当初は、 喧嘩の名の花や名産の落花生をモチーフとしたものを考えようと、舌がピンとこうず、千葉県の地図を見たところ、形が動物っぽいと気づいたところをヒントにした。コンペティションでのアピールの必要性から、本来の作風とは異なるデザインとなり、スポーツ大会のイメージにふさわしく、情熱を表現した赤に決定した。なお、千葉県の地形をモチーフにしたマスコットの洗礼としては、 千葉環境再生基金の PR キャラクターとして制定された千葉県がある。これは顔が千葉県の形をしていて、体色は黄色であった。千葉県の公式サイトには千葉くんを使ったあらゆるデザインパターンが公開されていて、ヘルメットをかぶって自転車に乗った図柄などその数はおよそ200種類にも及び、千葉県に申請をすることにより使用許可を得ることができる。 千葉県のロードバイクチームセルクレスイケルなど多くのスポーツチームやサークルがユニフォーム等のデザインに使用している。またパソコン用の壁紙などの配布も行われている。テーマソングは夢見るチーバくん。当初は2010年の夢半島千葉国体、夢半島千葉大会のマスコットキャラクターとして登場した。登場したのは2007年1月11日でこの日が 千葉わくんの誕生日である。2011年1月8日から1月10日まで、市川市にある千葉県立現代産業科学館で盛大にお誕生日会が開かれた。後に、毎年木更津市の三井アウトレットパーク木更津が開催地になる。国体開催前から千葉県の体育大会や祭りなどで会場に現れていた。当初はなんだかよくわからないというのが県民の反応だったが、 国体開催年になってから知名度と人気が急上昇。国体とは無縁な子供たちを中心にチーバくんは非常に高い人気を集めた。関連商品の売上高は販売を始めた2008年から2010年の2年間で計9億7000万円を超えた。その後、2010年10月7日の知事森田健作の定例記者会見では 今後も千葉県のマスコットとして残したいとして、担当部局と相談しているとの発言があり、同年11月4日の知事定例記者会見で、2011年1月付で、千葉県のマスコットになることが決定した。同年7月12日には、爽やか千葉県民プラザ入館者が600万人を突破し、記念品として、千葉くんの人形が贈呈された。2018年5月10日、 公式インスタグラムを開設すると想定を上回るアクセス数のためシステムがダウンした。2018年5月12日時点で公式ツイッターには約25万件のフォロワーがおり自治体マスコットキャラクターのツイッターで日本2位を記録している JR 東日本チーバくんトレイン。ありがとうございます。